エラーズさとみです。今朝ですね、ミロス島の一番でかい港を出発して次の同じ島にいるんですけども別の、停泊地に行こうとしています。もうすでに湾を出発してるんですが、面白い風景があったので、ドライブしてるんですけど見えるのかな？岩にね穴開いてるんですよ。あれ片コンベ埋葬地だということで、ああやって岩に穴を開けて中に埋葬するんですね。それ以外にもですね、はい、岩場にできている海岸線に立ってるお家、後ろ岩ですよ。岩というか山掘ってるんですよね。で、入り口はありますけど、後ろは洞窟の中ですね。でもね、あれきっとすごい涼しいんだと思うんですよね。見えてきたのはすごいよ、すごいよ、壁に穴だらけ、壁というか岸壁穴だらけです。今望遠で撮ってるので結構でかく見えますけど、実際は結構離れた距離から走行しております。そして面白い、何個も穴開いてる。エンジン走行してるので音がうるさいかもしれないけれども、そしてですね、これがまた面白いフィッシングビレッジね。ここもですね、このお家ね、全部海岸線ギリギリに立ってるんですよね。面白い。そして後ろの方はもしかして岩の中なんじゃないのっていう感じでございます。今こんなに受けてますけど、これフェリーが遠くの方を通ったんで、その波がガンガン来ております。面白い、素敵。ドアが色とりどりになってて可愛いです。ほらほらほら、絶対奥の方岩に繋がってますよね。岩掘って繋がってるような気がするけどすごいな。なのかな、それともなんとなくイメージ的には多分ホリデーハウスかなっていうね感じはしますけれどもね。ここへ行くそれからもちょっと難しい場所だぞっていうか、こんなんなってるんで波が止められないぞって感じなんですけれども、きっとあんな風にカラフルにドアとかが塗ってあるのは、ツーリスト用の宿泊施設ではないでしょうか。方に小高い部分に、突撃ライブなのに見つけていただいている方ありがとうございます。となのでちょっとコメントとかがあったとしても見れないのでごめんなさい。山の上の方に立ってるのは多分一般の人のお家だと思うんですよね。面白いなぁ。すごい。カラフルなドアとか窓とか見えますかね。山と一体になってると思うんですよ。なので掘ってるんじゃないですか、岩をそして後ろの方が超涼しくなってるという感じではないでしょうか。ミロのですね、町のアタマっていうのかな、港の町の名前が、港はミロ港という名前だったんですけど、ちょっと昨日の夕方、おとついですね、おとついの夕方涼しくなってから街の中をお散歩して、階段を登っていろいろ行ってみたんですけれども、教会があってですね、教会はどこにもあるんですけれども、中入ったらねすっごい涼しかったんですよ。もうここのとこミロ島でも珍しいぐらい猛暑が続いてるらしくって、到着した日は多分40度ぐらいになってて、もう死にそうなぐらい暑かったんですよね。でも昨日も暑かったんですけど、教会ね、石造りというか、なんでしょう、コンクリートなのかわかんないけど、入ったら急に涼しくなって、意外にね、お家の中涼しいんですね。そういう作りになってるんですよね、きっとね。またあんな丘の上に、あ、見えた、コメントありがとうございます。H.N. さん、気持ちはそうなん、気持ちはいいんですけどね、エンジンつけてるんでまだそういう意味ではあまり嬉しくないんですけど、ちょっと外に出るまでそんなに風もあれだし、行きたい方向から風が吹いてるので面倒だからエンジンつけて湾を出ております。なので一緒にちょっとミロの大きな湾を出る様子を、皆さんと一緒にライブで体験していただこうと思い、急遽突撃ライブにしました。あ、またまた岩のところにがっしりつないだ、岩壁というんですか、岸辺につないだお家が出てきたよ。なんかね、まあ伝統的なね、漁師村というかね、そういうのはこういうところにお家が建ってたんですって。できっと漁師さんとかそういうの関係ない人はああいう小高い丘の上にお家建ってるんですよね。漁師さんだったらすぐね、近くに住んでればすぐ船出して仕事に行けますもんね。帰ってくるのも簡単だしでほとんど多分今はそういうのが観光客用の宿泊施設みたいになってると思います。とにかくミロス島一大観光地、アテナからもそんなに遠くないので、フェリーはですね、1日にでっかいのが3本ぐらい来てるんですよね。でアテナからだと多分すごいスピードのでっかいフェリーだったらどうなんでしょうか、5、6時間で来れるのかな。先ほどまでいた港のタウンバースのお隣さんも昨日来たんですけど、そのヨットの方たちはアテネ出身の方で、週末を楽しむためにアテネから昨日の夜着いた、夕方着いた方でした。はい、こんな感じ見えますかね。あれはちょっとなんかちょっと大きくしてみよう。さっきと違ってそんなに綺麗にしてないから。あんまり観光客向けじゃないのかな、天然なのかな、天然っていうか自然なのかな、使ってんのかな、今の。びっくり、見えます？家の後ろ半分、岩の中に一体になってますよね、岩壁に。絶対岩をね、掘って、洞窟掘って、洞窟の家になってるはず。絶対涼しいもん、その方が。もう、本当に暑いよ。湿気はですね、日本ほどひどくないのでまだましなんですけど、気温は日本の夏並みに上がっております。なので気をつけないと熱中症になるぞっていう、カンカン照りですからね、なんて言ったって。もう夏の間はですね、おそらく1、2ヶ月雨降らないんですよ、全然。そんなギリシャでございます。ということで、そろそろ反対側をお見せすると、はい、そこが、はい、湾の端っこで、反対側があちら。はい、そろそろキャプテンがですね、セールを上げる準備を始めましたので、私もお手伝いいたしますので、これにてライブ終了したいと思います。はい、ミロスの港を出て、やっと出ました。まだミロスの島のあたりにいるんですけれども、すごい微風ですけど、なんとかセール走行できているので、エンジン止めました。今日は目的地までそんなに遠く、まあ、ミロス島のですね、反対側のアンカレージに行くというだけなので、時間はたっぷりありますし、その手前にですね、なんか、有名なアンカレージがあるそうで、昨日アテネからいらっしゃったお隣のボートの方が、今日私たちはそこに後から行くんですよって教えてくれたんですね。なんか遺跡とかもあるとか言っていたので、行こうと思ってたビーチの手前にそこがあります。ただですね、そこは非常に、地元では有名だし、ミロス島から観光、セーリングツアーみたいなのに参加するとみんなそこに行くらしいんですね。もう今朝ね、港からですね、どうだろう、30隻ぐらいヨットとか出発してたんで、みんなそこに行くんじゃないの今日っていう話になっていて、ただその観光のね、ツーリスト用のセーリングツアーのボートは1泊しないので、朝から行って夕方にはね戻ってくるそうなんですね。なので、アテネから来た方たちはもうご存知なので、だから昼過ぎに出発してみんなが帰る頃に着くようにするのよって言われていたので、私たちはもう出発しちゃったんですけど、これぐらいのノロノロスピードだったらそれぐらいのいいタイミングで通過するかもしれないし、あんまり混んでて、いまいちかなと思えば、もっとその先にある最初に決めていた、ビーチ沿いのですね、停泊地に行くことにしております。本当に穏やかだ。静かだ。はい、キャプテンロブがメロンをカットして持ってきてくれました。なので、美味しいメロンです。美味しいメロンだそうです。なので私も食べようっと。本当に穏やか。気持ちいいです。楽々。このエーマリンのですね、チャートプロッター、ちょっと使い方がいまいちわからないということはないんです。前使ってたのと同じ同じというか、同じメーカーなんですけど、なんか設定が最初うまくいかなくって、True Wind といって、本当の風の強さとか方角っていうのが今まで見れなかったんですね。自分たちが進んでいくと、実際の風とは違う方向になるわけなんですよ。体感風みたいな感じで。なので今までいまいち正確に風の向きとかが把握できなかったんですけど、今度はできる設定にできたので今本当にどっちから風が吹いてるかっていうのを表示しております。トゥルーというやつですね。右前方60度の角度から 5.5 ノット、4.5 から5ノットの風が吹いてきて、それに対して里見号が今見えるかな、黒くなっちゃうか、この位置だと黒くなっちゃうね。ちょうど光で画面がね、映らないんですよ。 3.2 ノットってなっています。なのでですね、5ノットしかないのに3ノットも出たらかなりいい感じで進めております。すごいすごい。ここがね、すごいなと思うところで、前のヨットの時は、この風でこういう方角だったら、絶対セール走行できなかった。無理だった。やっぱり船のね、形が違うと違うんですね。パフォーマンスも。気持ちいい。はい。ここへ来るまでは、オーバーナイトだったし、強風の後だったし、ということで、セール縮めていたんですけど、今日は目いっぱい全部上げて気持ちよく、セールも伸ばして、楽しんでおります。本当に穏やか。まだ半年も経ってないのに、ギリシャの国旗がもうほつれてきてる。すぐダメになるんですね。そして、はい、風があんまりないから、はい、オーストラリアの国旗もたなびいておりませんが、破れてきました。長持ちしないんですね。新しいのが必要だ。プラス、ほら、風力発電のプロペラも回らないぐらい微風ということでございます。なので、今日はソーラーパネルに目いっぱい活躍していただいて、電力をガンガンと貯めたいと思います。はい、こんな感じで、ちょっとくるっと回ってみよっかな。気持ちいいそう。波もないです。風が時々起こす穏やかなジャザーのようなウェーブありますけど、波ありません。あの右側に見える島がですね、私には横から見たらオーストラリアの真ん中にあるエアーズロックみたいで赤いしと思ったんですよね。しかも海の中からポッとエアスロックっていうか、こんなとこにエアスロックっていう感じで面白いと思いました。はい、そこにもちっちゃい島が2つ、そしてはい、後ろの方を見るとこんな感じ。このブルーのラインはですね、この間つけたんですけど、安全ベルトというか、荒れてる時はですね、荒れてる最中に、特に夜とかコックピットからこういう端を移動する時、落っこちないように危ないので、ライフジャケットにハーネスをつけて、そのハーネスをこの紐に引っ掛けて、こうぐーっと引っかかったままずっとね移動できるようにっていうことでつけました。これから結構強風の中をセーリングすることもあるでしょうと思ったので、つけることにしました。ではこっち側を通って今度は元に戻っていきましょう。これ目玉みたいなのをニドリにいた時に落っことしたんですよね。港のタウンバースのところで。でも主人が潜って拾いました。1個60ユーロするので、やっぱり水の中に帽子タワーではもったいない。また買うのはもったいないぞ。ということで、空気穴でございます、これは。空気、循環というかね、船内のね、穴でございます。弱点くつろいでおります。よいしょよいしょ。ほんと波立たないよ、今日は。よいしょ。ということで、今日は超ゆったりのセーリングを楽しんでいきたいと思います。any further than that. Anchor if they leave. Yeah. Yep. Do you want to go through? Okay. All right. Yeah. They're all swimming, huh? Gracias.